三重県内の労働災害が増加傾向にあることを受け、労働者の安全を守ろうと行われた合同パトロールです。今日は、津市にある中部電力パワーグリッド三重支社ビルの新築工事現場を関係者らが訪れ、毎朝、工事現場で行われている墜落防止器具のかけ替えの様子を確認したほか、特に大きな災害要因である 転転倒転落に対する防止策を見て回りました三重労働局によりますと今年に入ってから県内での休業4日以上の死傷災害は8月末時点で1306人と前の年の同じ時期と比べて2%増加しているということで注意を呼びかけています。 建設現場においては、墜落転落転と重篤災害がが発生する危険性が多くあります。またあの、最近涼しくはなりましたけれども、まだまだ暑い日が続いてますので、熱中症対策など、必要な対策を取っていただいて、安全に工事を進めていただければというふうに思っております。